さ。これ、ワゴムの色が透明だから見えにくいな。あ、来てるよ。来てるけども、わかりにくくない。あ、待って、お、あ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 、ちょんって食いよった。惜しい。若いよ、見えにくい。見えにくいなの。いいドアムだと思ったけど、ちょっと俺はあれだった。そのクリエイターとしてこの色ダメだなと思った。次はなんだ。何それ。これも聞きたかった。どこで手に入るかわからない。俺もガルプかな。ガルプ、あ、有名じゃない、ガルプって。ねえ、あ、開いてないし。開いてないし。匂いは、匂いしてみて。紅生姜みたいな感じだな。咳込むぐらい相当じゃん。なんだこれ、腐ってない。でかいと思う、ちょっと。こう、そんな長い方使う。じゃあこっち使うか。はい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 。匂い強烈だな、これ。これ釣れるかな、これ。な、見て、硬いもん、これ。どういうこと思う。多分この状態で動くと思う。口ちょっと触ってたから動くと思う。なあ、やってみましょう。絶対釣れない自信ある。あ、でか、でかいの、でかいの、でかいの。マジだ、でか。おー、ナイスキャスト。あ、けど、あ、反応してる。あ、いい動き。虫っぽいっすね。いい動きじゃん。やってみないと分かんないっすね、ものは。ものは試しようっすね。来たし、来たし。おー、あ、あー、食った瞬間取ってたのに。いいやつ、いいやつ、こいついいやつ。いいやつ、ガルプさん、いいっすわ、これ。あ、来てる来てる。気にしてる、気にしてる。お、うわ、あ、ま、お、あ、う、いい。いけ。お、あ、やばい、ごめんなさい、うるさいと思うんですけど。あのね、声が、うわ、釣ってほしい、釣ってほしい。なぜかくの字。なぜかくの字。めっちゃ面白い。うわ、見て、めっちゃ気にしてる。はい、次、パワーアイスメですね。どんな書き方がいいですか。なんでもいいよ、任せるよ。こんなでもいいですか。うん、これでいいと思うよ、真ん中から。これちぎっても逆に食いそうだな。うん、餌持ちがいいやつですね、いわゆる。これでオッケー。つけ方ちょっと雑だけど。小さ。小さい磯目だな、これ。お、ダメだ、アピール力がない。切ったからアピール力がない。パワー磯目死亡。お、食ってない。あ、食わ、残念。大きいの食わしたいです。あ、お、待って待って、君たちじゃない。さあ、選べるか。そう、食ったんじゃない、食ったんじゃない。また、あー、残念。さあ、先ほどよりちょっと長いやつですね。これ良さそうですね。うん、半分に切ったんだけど、こちらの方がちょっと長い。こんな、あ、これ、これアピールできるな。入れます。あ、うまい。このいけ、飲み込め。尻尾から食うのかな。あ、来た、来てない。まだ、あ、ダメだ、頭食ってない。あ、食った。惜しい。さあ、ちっこいのがちょっと見学しに来た。家庭訪問しながらの。さあ、お、食ってない、釣れてない。釣り本来の楽しさを味わってる気がする。ああ、来た。あ、でっかいのいっぱい来てる。お、食え。あ、欲しい。あ、釣れてない。ちょっとあれかもしれない、飲み込んでちょっと置いた方がいい。なんかブラックバスと似てるとこあるかもしれないな。そこ合わせじゃない。そこ合わせじゃなくて飲み込め合わせかもしれない。あ、でかいのいる、でかいのいる、でかいのいる、でかいの声、でかいの声。あ、来い。おー、いや、絶対来た。よしよしよし、やったおー、よっしゃー、やったー。今日ツーバー記録24ぐらいかな。24センチゲット。今気持ちよかったですね。気持ちよかった。リューンってして食いよった。見て、セーズアップ狙いますか。またしてもパワー勇めですよ。すごいな、一人勝ちしやがって。宣伝動画みたいになってる。違いますからね、皆さん。はい、続きましてこちら、ワームは一旦休憩して、このジグヘッドにパンですね。ああ、パワーイソメのエキスをつける。そう、多分ね、これ餌だからちょっと待ってるだけでいい。うん、松釣りになりそうですね。ノーアクション。ぐらい、いらっしゃいませ。あ、ダメだこれ。待って、ゆっくりゆっくり。あ、ほら、もう気づき始め。あ、だからこのちっこいやつじゃ口に入らん。あ、来たぞ。出たら来た。あ、待って、まだ。我慢。あ、食った。待て。まだ合わせます。嘘。
あっち向いたら押していいか。もうこれ完璧かかってる今。ほらほら、やっぱりもう食ってた。強い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 。よっしゃ。ああ、単純だ。しかもでかいし。しかもナイスサイズ。これは30いかなかったか。24ぐらいかな。ドキドキしたぜ。いいっすね。これあれできるんじゃないですか。打ち込んどいて、そばでパワーイスミやって、ちょっと離したところに竿を置いとけば。打ち込む？これだから竿2本あるから、1個はパンちょっと大きめにつけといて、大物用に置いといて。ちょっと離れたところでパワーイスミとかやっとけば、ハイブリッドフィッシングが。はい、次はワーム、こちら。これブリーダーから出てるビーローズっていうワーム？ワーム。ワームですね。これで、なんだったかな、カニの模様って言ってたな、カニ。甲殻類の模様らしい、シルエットらしい。こんなで。さあ、通用するのか、オレンジ。行きましょう。なんかこれあれに見るけどね、なんか海のゴキブリいるさ。フナムシっぽいけどね。シルエットはなんかカニらしい。いいとこ行ったな。さあ、なんかもうかかってない、なんか変なのに。草にかかってない。これ短距離ではちょっと不利なのかな。ね、短距離はちょっとちょんちょんやってたらアクションがあるワームがいいかもしれないな。海とかだったらヒラヒラして落として虫イメージしてるのか。遠投してから巻きながらアクションできるんだけど、今回ね短距離ですからね。動きは面白いけどな、めっちゃ、うん、面白いね。めっちゃ小さな魚いるな、こっち。待て、なんかいる。待て、マジ？もっとでっかいの。おし、もっといた。もっとでっかいのが、あそこの嘘だ。茂みから出てきよった。ここから？うん。ほらほら、来た。うわっ、あ、ちょっとダメだって、違うって言った。ほら、うわっ。おお、マジか、いけ。あ、いい。一回続くんだけど、何ですかね。違うなと思ったのかな。続きまして、こちら長っ。こちらですね。ストレートブラックバス用ストレートなんちゃらかんちゃらみたいなやつ。これできます。これもリスナーさんからいただきました。おう、多分この動画で2人が楽しんでるのものすごく伝わると思う。楽しいね。楽しいっすよね。なんかね、サイズとかじゃないんだよな、雰囲気が。どうこれ、雰囲気かな。バスいたらめっちゃ食いそう。そんな感じましたね。ちょっと男の自信を取り戻すためにちょっとパワーイスミやっていい。おう、もう一旦パワーイスミ入れていい。男の自信すら失ってたっていう。パワーイスミじゃなくて、パワーイスミのこのワームにつなぎ目部分。おう、なるほど。普段ここ捨てる場所です。こっちがさっきイソメがつながってた部分。そうあのプラモデルでいうとこのここ捨てる部分ですね。骨みたいなところ。さあ、そこもリサイクルしていく。これは釣れないと思う。これで釣れたら10本入り1本プラスアルファする、これ、うん、そうだね。いっぱいどこなっちゃう。さあ、匂いがついてますから、これで捨てなくなるだろうな、釣れたら。重いな。なんか動きはシャープじゃないですね、うん、あ、けど魚は寄ってきてるね。人気じゃない。あ、来てる、でかいのが来てる。あ、食った。あ、食ってる。食った、マジで。待って、最後まで行け。お、取り合い。あ、惜しい。高くやってないんだか。男の自信を一気に取り戻したな、これ。あちゃん、何あれ、ツバル狙ってくれ。お、え、向かってない。あ、残念、U ターンした。あ、オレンジのやつ釣りたいな。オレンジ無理があるな。あれ1年前からいますよ。ここの盗ったわ。ね、盗ってますね。ちょっとじゃあ。待って、でもサイズ大きいですね、こっちね、アベレージが。うん。え、もう一回次パワーでいこう。パワーイソメ。パワーイソメで。あ、カメ。カメかわいい。カメ。カメがいる。豊かだね。次はパワーイソメ。一匹だけ。あ、いいね。あ、人気。あー、釣れた。釣れた。いいね。あ、こっち上げれるか。やばい。うわ、かかった。おお、ま、頑張れ。やばい、どっちなんこれ。よっしゃ、ゲット。やっぱり一等っすね。一等だったな。パワーイソメ恐るべし。よっしゃ、すぐ狙っていこう。あの大きいの狙いたいな。サイズがね、人気だな。釣れてないか。またか。あ、飲み込んでない。うわ、うん、
ね、行きすぎるだろこれ。取り合ってるよ。バーゲンセール。もうなくなった。あ、釣れてる釣れてる釣れてる。釣れてた。ちっちゃい、かわいい。ちっちゃいの釣れた。あ、かわいい。かわいいやつが釣れた。なんで？すごいね。場所変えるか。場所変えましょう。こっち厳しいっす。厳しいな。どうぞ。お、来た。おお、来た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 。かわいい、マジで。おめでとう。サイズがね。あっちプレコいるな。ほら。プレコ。へい、答え。遠投するね。遠投。お、めっちゃ攻めた。お。お。お。え。あ、いや。うわぁ、すごいな。お、目の前。うわぁ、釣るしたー。え、嘘、引っ掛けた。引っ掛けた、この人。やばい、引っ掛けてる。あ、やばいやばい。肘に、竿尻し、肘に。やばいだろ、この人。元気だ。マジでやった。あっ、引っ掛けましたね。引っ掛けたね。うわ、やっぱ鯉がいる。マジ？パンどこ？待って待って、鯉が食う、鯉が食う。食った食った。あ、よっしゃ。あ、いった。もう待て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 。今剣かけたらツーバーがいた。今僕鼻の下に竿が当たりましたね。今手長エビ。あ、持っていかれた。邪魔すんな。あ、来た。あ、手長エビ来てる。でも手長エビ。あ、バルタン星人まだいる。バルタン星人まだいる。まだいるまだいる。あ、ドンピシャ。食った。ドンピシャ。引っ掛けるって感じじゃないですか。引っ掛け問題じゃないですかこれ。無理でしょう。あー、そうですね。やっぱ尻尾のところ掴んでますね。話しよった。どうですね皆さん。待って、流されるぞ。待って、これツアーがスリップ落としました。ゆっくり流れてる。ゆっくり見失おうとしてる。ジャックとマミの木逆バージョン。ここみんななんか期待してるだろ絶対。してないよ。これがブチブチブチって切れたりとか。丈夫だもんな、こんな束ねたら。3本の矢よりね、1本の矢より3本の矢って言われてますから。これ3本超えた。あああああ、誰か分かってたことだけど酔ってきてる。むしろスーパーのとこにゲット。あ、ゲット。お、よかった。いつの間に。早かったな。うわっ、おお、何、なんかいた今。めっちゃ怖い。なんかいる。あ、なんかいるな、これ。なんかいるな。待って。めっちゃ怖い。待って、マジで。あ、これワニガメいるな、ここ。待って待って待って。完全に。え、ちょ、ワニガメ。おお。頑張れ。やっぱ落ちる。待って。痛い。手伝うかだから。手出すか。巻き込みそうで怖いんすよ。で、俺がやるよ、手、はい。よいしょ。大丈夫、頑張れ頑張れ。オッケーオッケー、頑張れ頑張れ。これちょっともう帰るか。もうこんなびしょ濡れになったしな。ツーバーがオチを作ってくれたな。いろんな意味で落ちたわ。ということで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ギリッレイ、今日は動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。忘年会忘年会。コメント欄で叩かれて半泣きした金さん。金さん。カヤックの時サメを見つけて震えた両足。両足。右をクリックするとチャンネル登録。チャンネル登録。左をクリックすると関連動画。関連動画。よろしくお願いします。よろしくお願いします。